はい、あやきゲームズです。オレンジ石25箇所を紹介したいと思います。オレンジ石はこちらの25箇所にあるのですが、壊すと宝箱やもらう宝箱などが出てきます。また15個壊すと隠しアチューメントも達成することができます。すべてやるための前提条件は、善悪のクバレナの1つ目をソルシュ入手するところまでやる必要があります。ここからやっていきますが、1番から順番に25番まで回りますので、気になる場所がある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番と2番のところに向かいます。刹那山の七天神像にワープをしていきます。到着したら左を向いて南西方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと、オレンジ石とその近くに二道田の実がありますが、オレンジ石の方に向かって近づいていきます。着地したらソルシュに切り替えて二道田の実の方に向かっていきます。近くまで来たら元素スキルを使い、オレンジ石の上に移動し、元素爆発ボタンを押すとオレンジ石を壊すことができます。ソルシュを解除し元に戻ると、宝箱が出ているので取っていきます。回収したら南西方向に少し降りてから左を向いてヒルチャールの拠点の方に向かいます。ヒルチャールの拠点の左側を通って南方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと、壁にニローダの実があるのが見えますので、そちらに向かって進んでいきます。ニローダの実の右下にオレンジ石はありますが、まずはソルシュに切り替えてニローダの実の方に向かっていきます。近くまで来たら元素スキルを使い、オレンジ石の上まで移動して元素爆発ボタンを押して壊していきます。宝箱が出たのを確認したらソルシュを解除していきます。元に戻ったら宝箱を取りに行きます。回収したら次の場所に向かいます。ここから3番から7番に向かいます。ドゥル・ガルナイン峠の南東にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて南西方向に向かって進んでいきます。オレンジ石が見えますが、ニローダの実は右側にありますので、ソルシュに切り替えてニローダの実の方に向かっていきます。オレンジ石とニローダの実の中間あたりでソルシュになるといいのかなと思います。元素スキルを使ったら、次は先ほどあったオレンジ石の上に向かっていきます。元素爆発ボタンを押して石を壊したらソルシュを解除していきます。元に戻ったら宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したら北西方向にある歯車の右を通って進んでいくと、オレンジ石が見えますが、ニローダの実は左の方にあります。中間あたりでソルシュに切り替えてニローダの実の方に向かっていきます。ニローダの実の近くまで来たらソルシュの元素スキルを使っていきます。次は先ほどあったオレンジ石の方に向かって進んでいきます。オレンジ石の上まで来たら元素爆発ボタンを押して壊していきます。ソルシュを解除して元に戻ると、先ほどの場所に霊神が出ていますので取りに行きます。霊神を取ったら、近くにいる廃山椒で覆われた樹液ウェルプと樹液ハンドに近づいていきます。そうすると動き出しますので戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されますので取りに行きます。宝箱を回収したら、次は北西方向に向かって進んでいきます。背の低い柵がある辺りを通り過ぎ、さらに北西方向に向かって進んでいくと、遠くの方にニローダの実があるのが見えますので、そちらに向かって進んでいきます。そうするとオレンジ石が2つあるのが見えますので、その中間あたりに移動してからソルシュに切り替えます。上の方にニローダの実がありますので、近づいて元素スキルを使います。次は先ほど見えた2つのオレンジ石のどちらでもいいので壊しに行きます。1つ壊したらもう1つのオレンジ石に向かいます。元素爆発ボタンで落とす爆弾は8回使うことができますので、いちいちソルシュを解除しなくても大丈夫です。2つ壊したらソルシュを解除していきます。次は草キャラに切り替えて、石を壊して出た元素石碑を起動していきます。2つのオレンジ石があった場所に草の元素石碑が2つ出ていますので、2つとも起動します。次は北東方向の壁際にもう1つオレンジ石があるのが見えますので、そちらに向かって進んでいきます。オレンジ石の近くまで来たらソルシュに切り替えていきます。ニローダの実は上の方にありますので、近づいて元素スキルを使います。次は元素爆発ボタンを押してオレンジ石を壊します。壊れたらソルシュを解除していきます。元に戻ったら草の元素石碑が出ていますので、草キャラに切り替えて元素石碑を起動していきます。次は北西方向を見ると、クローバーマークの下に草の元素石碑があるのが見えますので、起動していきます。
かなり遠いので元素石に近づいてから起動するのも良いと思います。そうすると宝箱が出ていますので取りに行きます。ここのギミックは3つのオレンジ石を壊して4つの草の元素石碑を起動するとクリアできるものとなっています。宝箱を回収したら次の場所に向かいます。ここから8番のところに向かいます。クニギの黒煙の北西にあるワープポイントにワープします。到着したら右を向いて南東方向にあるクローバーマークを2回使って移動します。上皇の羽を取ると出るクローバーマークです。次はサボテンの横を通って南東方向に向かって進んでいきます。少しキラキラしていますがそこにオレンジ石がありますのでそちらに向かって近づいていきます。近くまで来たらソルシュに切り替えて上昇していきます。ニローダの実の近くまで来たら元素スキルを使います。次はオレンジ石の上に移動して元素爆発ボタンを押して壊していきます。壊れたらソルシュを解除して宝箱を取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから9番から12番に向かいます。アシパトラバナの沼の北ワークポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて西方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでから飛び降りるとオレンジ石がありますので近くに降ります。着地したらソルシュに切り替えて上昇していきます。ニローダの実の近くで元素スキルを使いオレンジ石の上に移動して壊していきます。壊れたのを確認したらソルシュを解除し元に戻ったら宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したら南西方向に飛んでいくとクローバーマークがありますのでクローバーマークを2回使って移動していきます。奥の方に見えるクローバーマークは反応しませんので歩いて坂を登っていきます。上の方まで来たらクローバーマークを使って北西方向に向かって移動していきます。クローバーマークを使って移動していくとオレンジ石があるのが見えますが周りを見渡すともう一つあります。ニローダの実は上の方にありますのでソルシュに切り替えて上昇していきます。ニローダの実に近づいたらソルシュの元素スキルを使っていきます。次は2つあるオレンジ石のどちらからでもいいので上に移動して壊していきます。1つ壊したらもう1つのオレンジ石の方に向かっていきます。ここで2つ目のオレンジ石を壊したらソルシュを解除していきます。元に戻ったら先ほど石があったところに宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したらもう1つの石があったところにモラー宝箱が出ていますので取りに行きます。次は北西方向にある白い木の左側を通って進んでいきます。しばらく進んでから飛び降りると焚き火が何本かあるギミックがありますが中央にある岩の左側を通って進んでいきます。ギミックの場所を通り過ぎたらさらに北西方向に進んでいきます。歩いてスタミナを少し回復してから飛び降りると下の方にオレンジ石があるのが見えますのでそちらに向かって飛んでいきます。キノコンがいますが着地してすぐにソルシュになったらそのまま行けることもありますが今みたいに戦闘中になってしまうとソルシュになることができませんのでキノコンを倒してください。キノコンをすべて倒し戦闘中が解除されたらソルシュになって上昇していきます。ニローダの実の近くまで来たらソルシュの元素スキルを使いオレンジ石の上に移動して壊していきます。壊れたらソルシュを解除すると宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから13番のところに向かいます。アシパトラバナの沼の東ワークポイントにワープをしていきます。到着したら少し上を向いてクローバーマークを使って移動していきます。着地したら次は北西方向に向かって進んでいきます。白い木の右側を通って進んでいくと上の方にニローダの実が見えますが斜めになっているところに歩いて乗ってからダッシュするとダッシュしながら登ることができます。上の方まで来たら普通に壁を登っていきます。上の段に到着するとニローダの実とオレンジ石がありますのでソルシュに切り替えていきます。この後オレンジ石を壊すときにアチーメントを達成しますがこの動画を始める前に2個壊していますのでこれが15個目となっています。岩を壊したらソルシュを解除すると宝箱が出ているので取りに行きます。回収したら次の場所に向かいます。ここから14番のところに向かいます。アシパトラバナの沼の東ワークポイントにワープします。到着したら右を見ると小さな岩があるのでそちらに向かいます。岩を越えたら飛び降りすぐに後ろを振り返るとオレンジ石があるのでそのあたりに降りていきます。
トルシュに切り替えて上にあるニローダの実の方に向かっていきます。ニローダの実の四角で元素スキルを使ったらオレンジ石の上に移動して壊していきます。壊れたのを確認したらソルシュを解除していきます。元に戻ると宝箱が出ているので取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。15番から17番に向かいます。アシパトラバナの沼の東ワープポイントにワープします。到着したら右後ろを向いて南東方向に向かって進んでいきます。小さな段差を過ぎたら少し左を向いて次は東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいき崖の端まで来たら飛び降りていきます。次は東方向に向かってさらに進んでいくとオレンジ石とニローダの実が見えますのでこちらに向かっていきます。近くまで来たらソルシュに切り替えニローダの実の方に向かっていきます。ニローダの実の近くで元素スキルを使ったらオレンジ石の上に移動して壊していきます。次はソルシュを解除し元に戻ったらモナ宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したら目の前の壁を登っていき上まで来たら北東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでから飛んでいくと遠くの方の壁際にオレンジ石が見えますのでそちらに向かって進んでいきます。オレンジ石は2つありますので中央あたりに移動してソルシュに切り替えます。ニローダの実は上の方にありますので近づいて元素スキルを使います。次は2つあるオレンジ石のどちらでもいいので上に移動して壊していきます。1つ壊したらもう1つのオレンジ石の方に向かって移動していきます。ここで2つ目を壊したらソルシュを解除します。元に戻ったら宝箱マークが出ていますのでそちらに向かって取りに行きます。回収したらもう1つのオレンジ石があったところにモナ宝箱が出ていますので取っていきます。次の場所に向かっていきます。ここから18番と19番に向かいます。甘露花海の南ワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて東方向に向かって進んでいきます。水を渡ったら左を向いて北東方向に向かって進んでいきます。シューニャターバナのギミックがあるあたりを通り過ぎたらさらに北東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと遠くの方の少し上に黄緑色のつぼみがあるのが見えますのでそちらに向かって近づいていきます。オレンジ石が2個とニローダの実がありますのでソルシュに切り替えてニローダの実の方に向かっていきます。元素スキルを使ったらオレンジ石の上に向かいますが1つは喪失の瞳を取るときに壊してしまったので今からその位置に爆弾を落とします。クローバーマークが出ますのでそれを移動すると喪失の瞳を取ることができます。もう一つのオレンジ石を壊したらソルシュを解除していきます。元に戻ったら周りを見渡すとオレンジ石があったところにモラ宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから20番のところに向かいます。アシパトラバナの沼の南ワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ西方向に向かって進んでいきます。沼まで降りたらさらに西方向に進んでいくと前例の台座が3つあるのが見えますので近づいてソルシュに切り替えていきます。台座のすぐ近くにニローダの実がありますので近づいて元素スキルを使います。次は南西方向に進んでから上に上がるとオレンジ石があるのですが高価な宝箱を取るときに壊してしまったので今から石があったあたりに爆弾を落とします。前例が出ますのでそれを誘導すると3つの台座のうちの1つに収まります。次の場所に向かいます。ここから21番のところに向かいます。甘露花海の四川人像にワープをしていきます。到着したら右を向いて時間制限調整の右を通り南東方向に向かって進んでいきます。木の手前まで来たら木を右から回り込むように進んでいくとオレンジ石があるのが見えますのでそちらに向かっていきます。近くまで来たらソルシュに切り替えて上昇していきます。ニローダの実の近くまで来たらソルシュの元素スキルを使っていきます。次はオレンジ石の上に移動して元素爆発ボタンを押して壊していきます。壊れたのを確認したらソルシュを解除します。モラ宝箱が出ていますので取っていきます。次の場所に向かっていきます。ここから22番のところに向かいます。甘露花海の四川人像にワープします。到着したら右後ろを向いて四川人像の左を通り南西方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでから飛び降りると
壁際にオレンジ石とニラードの実があるのが見えますので、そちらに向かって近づいていきます。近くまで来たらソルシュに切り替えて、ジョーダの実の方に向かっていきます。ソルシュの元素スキルを使ったら、オレンジ石の上に移動して壊していきます。壊れたのを確認したらソルシュを解除します。草の元素石碑が出ていますので起動していきます。この辺りにはあと3つ草の元素石碑がありますので、順番に起動していきます。4つの草の元素石碑を起動すると宝箱が出るので取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから23番から25番に向かいます。甘露花界の四天神像にワープします。到着したら右後ろを向いて、四天神像の右を通り南西方向に向かって進んでいきます。壊れた橋の反対側にあるクローバーマークを使って移動すると、もう一つクローバーマークが見えますので、それを使って移動していきます。ヒルチャールの前のクローバーマークを使いながら左を見ると、南東方向への通路がありますので、そこへ入っていきます。そうするとオレンジ石がありますので、近づいてソルシュに切り替えます。ニローダの実の近くでソルシュの元素スキルを使い、次はオレンジ石の上に移動して元素爆発ボタンを押して壊していきます。ソルシュを解除して戻ると、宝箱が出ていますので取っていきます。回収したら次は南東方向に向かって坂を降りていきます。しばらく進んでいくと、上の方にニローダの実があるのが見えますので、その下あたりまで移動してからソルシュに切り替えます。ニローダの実の近くまで来たらソルシュの元素スキルを使います。次は南東方向に向かって進んでいくと、下の段にオレンジ石があるのが見えますので、元素爆発ボタンを押して壊していきます。壊れたのを確認したらソルシュを解除します。元に戻ったら、先ほどオレンジ石があったあたりに宝箱マークが出ていますので、そちらに向かって進んでいきます。ここで珍奇な宝箱を回収したら、次は南東方向に向かって進んでいきます。そうするとオレンジ石とニローダの実があるのが見えますので、そちらに向かって近づいていきます。近くまで来たらソルシュに切り替えて、ニローダの実の方に向かっていきます。ニローダの実の近くまで来たら元素スキルを使います。次はオレンジ石の方に向かって進んでいきます。元素爆発ボタンを押して壊したらソルシュを解除していきます。元に戻るとモラ宝箱が出ていますので取っていきます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、コヨラボも見ていただけると嬉しいです。では